球は明日ゲームがございませんので、日本ハムの明日の優勝はなくなっております。5回の表を終了、5対0です。西武のピッチャーが森から永井、3番手の柴田、近鉄は柳田。阪急はゲームがありませんで、日本ハムが西武とあるわけで、もしその西武に勝ちますとマジック1。そうしますと、阪急と西武の試合が23日に組まれておりますので、負けるようなことがありますと、マウンド上は二浦に変わっております。負けますと、明日の甲子園の胴上げというのはなくなります。ただ23日にこの名古屋球場で中日と広島があります。もしその試合で広島が敗れますとジャイアンツの優勝が決まるわけで、ともに試合のない昨日今日とバッティングの方では完全に荒川さんヒーローになりましたね。そうですね、本当にね、素晴らしかったですね。もうフォークボールの難しい役所ですね、パカーンって2点ホームラン打ったりでしょ、まあ見事もうこの一言に尽きましたね。中畑です。自らベースに入ります。これで2アウト、まあ、二重のショックということになるわけですが、もちろん優勝どうのこうのという状態になるわけではありませんけれども、ここまで来たんですからね、1点ぐらい取っておきたいでしょう。ました。マウンド上は二浦、この回からの登板です。今方を見てますとね、どうですか、一塁側の方に体が逃げていってしまうんですよね。ほんで、だからちょっとまだ力をロスしてますから、あと2回ぐらいの登板を与えてやれば、彼も良くなってくるんじゃないですか。宇野の一撃です。フェンスの前でした。